プラス A をご覧の皆様、ミステリーミュージカルルームメイトと謎解きをに出演します富永ゆうやです。いやすごく嬉しかったですね。まあ、それと同時に、まあ、責任感を感じました。そうですね、僕はバンドをやっていたんですけど1年間ぐらいで辞めちゃったので、まあ、ギターをこう継続して やりたいなと思います。高校で、はい、特にないです、はい、なんかまあこう親しみを持ってというか、 なんかこうガッて来られた方が逆にこう扉を開けやすいタイプなのかなと思います。僕も頑張るので一緒に頑張りましょう。ミステリーミュージカルルームメイトと謎解きをは11月18日から11月26日までサンシャイン劇場にて上演します。ぜひ劇場でお待ちしております。